そうですね。まず、九州のですね、そこでの集団を起こすような、それの施設を、そこの施設を、今まで注目されたことで、生かしていた役割を果たすようになります。それは何かというと、熱帯からの暖かく湿った空気が九州に流れていることで、実感が増して、それが実現することは、東シナ海で熱や水蒸気が熱帯から吸収されるために、それがなかなか6月の辺りでは強くなっていない、うまくいかない。しかし7月の中旬に下旬になりますと水温が急に上がってきますので呼吸が十分ということで接種でのマグネットを増やしていくということはこれからこれをですね将来どうなるかということも特に IPCC の評価を報告するとか大気がどれだけ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 大Thank you.
Something.